長に今日プロデューサーが戻ってくるって聞いたから頑張って来ちゃいました。でも心配で、あのプロデューサーがちゃんと私のところに真っ先に来てくれるかなって。だってプロデューサー全然連絡とかしてこないから、もう私のことなんて。ちなみにプロデューサーはどんな秘密だって思いますか？もうそんなバレバレなことは秘密でもなんでもないですよ。私の秘密はアイドルアカデミー大賞グランドファイナルが終わった日、実は歌の2番まだできてなかったんです。だからとっさに日本に戻ってからって言ったんです。でもおかげでプロデューサーが私のことをずっと忘れないでいてくれたみたいだから、怪我の功名って感じでよかったです。